あら、ここって城の中？おお、アシュメディア様、アシュメディア様がお戻りになられたぞい。トリリオンを倒しての凱旋じゃ。アシュメディオ、信じられない。まさかこんなことが起こるなんて。アシュメディア、おかえり。あなたならできるって信じてたわ。おお、なんということだ。やはり神は我らをお見捨てにはならなかった。これぞ神の愛がなせる御業。すごかったな、アシタ。めちゃくちゃかっこよかったぞ。まったく、死んだかと思ってびっくりしたじゃない。アシュメディアさん、おかえりなさい。ご無事で本当によかった。ワンワンワン。ありがとう、みんな。だけどまだ信じられないわ。私、本当にトリリオンを倒せたの？安心して。トリリオンは倒れたし、あなたは生きてここにいるわ。改めて、お帰りなさい、アシュメディア。ただいま、ファウストちゃん。あなたにはたくさんお世話になったわね。覇王の指輪が。そうか、そうだったのね。きっと指輪が役目を終えたんだわ。もしかすると最後の力を使ってあなたを城まで運んでくれたのかもしれない。まさかこんなことがあるなんて。お前は生きるべき運命だったということだ、アシュメディア。僕ちゃん、よく戻ってくれたな。お前は魔界の英雄だ。英雄なんて私の柄じゃないわ。だが今や魔界中が認める事実だ。お前は魔界を救ってくれた。まだ実感が湧かないのよね。本当に死んじゃったかと思ったから。ああ、俺もそう思い絶望しかけた。生きていてよかった。もう僕ちゃんたら。いやー、素敵、感動の再会ね。ふん、人前で抱擁などハレンチな。こぼら、ちょ、空気読めや。今いいとこなんだよ。本当によかった、本当に。あら、泣いてるの？ずっとお前の顔を見たかった。そんなこと言われてこんなに嬉しいなんて。過去に言われたことがあるのか？内緒。ああ、勝手にやってろって感じよね。お兄様とアシュメディアさん、とってもお幸せそう。うん、仲良きことは美しきかな。おお、これぞまさにハッピーエンドですじゃ。皆がお前を慕い祝福してくれている。お前ならきっといい大魔王になるだろう。これでもう心残りはない。最後にお前の顔を見られてよかった。ボクちゃん、それってどういう意味？みな、よく魔界の負った傷は大きいが。パンパカパーン、ほんと、あり、ワンワン。よかった、幾多の試練を乗り。泣くな。ちょっと、バフォチン。はっ、うわっ。やかま、かねてからの約束どう？ゼアボロス兄様、いちいち大げさ。大魔王。ああ、も、約束。皆も知ってのと、その後も、さあ。わかったわ。な、ちょっと、な、大魔王様、言葉の通りだ。それは、そうなるな。なんだと？そんな、そんな。先に言っておく。それは覇王の指輪もなく。けど、そう、すまない。
初代大魔王は大魔王ファースト。世話をしたわけじゃない。そうだな。儀式にふさわしい場所へ。え、お前たちはここで待て。お待ちくだされ。大魔王の。本当にこれでいいの？ああ、元よりこうなる覚悟で契約したんだ。今さらどうこう言う気はない。お前には世話になったな、ファウスト。私は目的のためにあなたを利用しただけ。お礼を言われる筋合いはないわ。相変わらずドライだな、お前らしい。何か言い残すことは？そうだな。考える必要はないわよ。アシュメディア、ここへは来るなと言ったはずだ。あら、そんなの関係ないわ。だって今この魔界で一番偉いのはこの私なんですもの。私、ファウストちゃんにお願いがあってきたの。私に？そう、僕ちゃんの魂を取らないでほしいのよ。わがままを言うな、アシュメディア。ファウストとの約束を保護にすることなどできない。あら、約束を破れなんて、そんなひどいこと言うつもりはないわ。ファーストちゃんは大魔王の魂が必要なんでしょ？だったらここにも一つあるじゃない。お前何を言って。何も僕ちゃんの魂にこだわる必要はないわよね。アシュメディア、あなたは口を挟まないで。どうかしら。理論上は問題ないわ。私の望みを叶えるに足る質量の魂さえ手に入れば。だったら話は早いわ。持ってくのは私の魂にしてちょうだい。ダメだ、お前の魂を使うなど。ごめんなさいね、僕ちゃん。こんなことをすれば大魔王を永遠に悔やみ続けることになる。永遠なんて大げさね。生きてさえいればどんな傷だってそのうち癒えるわ。ああ、だけどずっと心の傷として記憶に刻みつけられるのも捨てがたいわね。正直意外だわ。あなたがこういった自己犠牲を厭わないタイプだとは思わなかった。ファウストちゃん、一つ教えてあげる。すれてるように見える子ほどね、案外純情で一途だったりするものよ。アッシュメディア、好きな男のために死ねるなんて最高だと思わない？さあ始めてちょうだい。わかったわ。ファウストちゃん、嫌な役を押し付けちゃったみたいでごめんなさいね。だけどありがとう。私はあなたにだって生きていてほしかったわ、アシュメディア。王様、大魔王様。大丈夫ですか？心ここにあらずといったご様子でしたが。ああ、すまん。つい考え事をしてしまってな。アシュメディア様のことですな。ああ。あれから数年、ジーもずっと心を痛めておりますじゃ。しかしアシュメディア様は大魔王様のお幸せを願っておられたはず。悔やみながら日々を過ごされる今の大魔王様のお姿を見ればきっと悲しまれますぞい。そうだな。バフォメットの言う通りよ。な、お前、ファウスト。どの面を下げて戻ってきたんだって思うでしょうね。いや、お前はアシュメディアの頼みを聞いてくれただけだ。しかしファウスト様、なぜ再び魔界に？私の望みを叶えられたから、あなたたちには
その報告をする義務があると思って、そして迷ったけれど、彼女がいるべきはこの魔界だと思ったから。彼女？アシュメディア！なんと！生きていたのか、アシュメディア！アシュメディア！アシュメディア？ごめんなさい。どういうことだ？彼女はあの時、確かに魂を抜かれて命を失ったわ。だけど、大魔王としての力をつけた彼女の魂は、私の父の魂を補填しても、ほんのわずかに余る大きさだった。その余った魂のかけらを、私は創魂のグリモワに保管しておいたの。魂のかけら。そして数年かけて、そのかけらを培養できないか試してみた。トリリオンに食われて、汚染された父の魂では無理だったけれど、純粋なままの彼女の魂なら、あるいは。でも、形だけ取り繕ってもダメだった。ある程度の質量までは培養に成功したけれど、記憶や人格までは元に戻せなかった。今の彼女は、生きる人形のようなものよ。そんな、バカな！現にここで生きているというのに、このぬくもりさえまやかしだというのか！アシュメディア、俺だ、わかるだろ？なぜ黙っている？なぜ答えない？なぜ？わかったでしょ。これが今の現実なの。肉体の細胞自体にも記憶はあるはずだから、体に戻しさえすればどうにかなるんじゃないかと思ったんだけれど。そうか。ごめんなさい。やはり連れてくるべきではなかったわ。いや、そんなことはない。ありがとう、ファウスト。再びアシュメディアと会わせてくれて。でも、もう以前の彼女ではないわ。この先、元に戻る可能性だって。ゼロではないんだろう。それなら、慣れ親しんだ魔界で過ごせば、その記憶が呼び起こされるかもしれない。俺はその可能性に賭けたい。そう。それなら、私も協力するわ。いいのか？私だって、本当はアシュメディアに死んでほしくなかった。生き返らせることができたのなら、記憶も取り戻してほしいと考えるのが当然でしょ。ありがとう。別にあなたのためじゃないわ。このままじゃ、私の後味が悪すぎるだけよ。わかった。またよろしく頼む、ファウスト。バフォメット、大魔王はいる？俺はファウスト様。あいにく大魔王様は少々。そう。きっとまた彼女と一緒なのね。はい。あれから随分と経ち、その間もファウスト様には本当にご尽力いただきましたじゃ。そう。いろいろな方法を試してみたけれど、結局目立った効果は得られていない。正直自分の限界を感じているわ。結局彼女の記憶を取り戻すのはもう無理なのかもしれない。夜風が気持ちいいな、アシュメディア。セフィロトの木が見えるか？あいにくと今日は月が隠れているな。トリリオンを倒した直後に花を咲かせたが、その一度きり。それ以降は何年もつぼみをつけないままだ。まるでお前の。すまん。焦ることはないな。きっとまたいつか。さあ、体が冷えるといかん。そろそろ部屋に戻ろう。
おお、差し込んだ月明かりがセフィロトを照らして、見ろアシメディア、あそこに小さなつぼみが一つついている。どうかあのつぼみが無事に花開くように、美しい薄紅色の花をアシュメディアにも見せてやりたい。これはあのつぼみが輝きを放っているのか。見えるかアシュメディア、花が咲いたぞ。たった一輪だが、まるで俺の願いに応えるように綺麗だな。綺麗。アシュメディア、本当に綺麗ね。アシュメディア、お前記憶が、ちょっと本当にお前なのか。戻って来てくれたのか。落ち着いて、ボクちゃん。女の子相手には焦らずゆっくり。間違いない。まさかセビロトの花を見たことで記憶がよみがえるとは。ウリエルの言葉を借りれば、これこそまさしく神の奇跡というやつか。アシュメディア、もう困ったボクちゃんね。こっちは何が何だかわからないのに。でもまあいいわ、ボクちゃんの顔を見たらそんなことどうでもよくなっちゃった。ねえ、私との約束ちゃんと覚えてる？約束？ああ、花見酒だったな。もう本当にダメダメね。デリカシーゼロ。セフィロトの木の伝説のことよ。ああ、すまん。確かこの木の下で愛を誓い合った二人は永遠に結ばれるという話だったな。本当かどうか一緒に試してくれる？ああ、もちろんだ。だが愛の言葉の前に一つだけ言わせてくれ。あら、なに？おかえりアシュメディア。ただいま。